ブルーはアメリカ海軍の駆逐艦、バッグレイ級駆逐艦の一隻。艦名はビクターブルー少将にちなむ。ブルーは1935年9月25日にノーフォーク海軍造船所で寄港する。1937年5月27日にケイトリーブルーによって命名浸水し、1937年8月14日に、 艦長 J ライト少佐の指揮下収益した。収益初年度は東海岸とカリブ海で成長を、訓練巡航を行い、1938年8月に太平洋に向けて出航、第7駆逐艦部隊の機関となる。ブルーは1940年4月まで西海岸で戦闘艦隊と共に演習を行い、その後自らの部隊と共に真珠湾に向かう。 1941年2月から3月まで、ピルジェットサウンド海軍造船所でオーバーホールを行い、4月はサンディエゴ沖で演習を行う。ブルーは海戦まで、新珠湾を拠点として止まった。1941年12月7日に、日本軍による新珠湾攻撃が始まり、停泊中のブルーは、士官4名と上院のみで無事に外洋に逃れた。 1941年12月から42年の1月まで、ブルーは、真珠湾入り口での偵察任務に従事し、その後空母エンタープライズ機関の第8任務部隊に加わり、2月1日に、ウォッジェ干渉、マロエラップ干渉及び、クエゼリン干渉への攻撃を行う。2月24日には、ウェイク島と南鳥島への攻撃を支援し、攻撃から帰還後、 3月から6月にかけては、新珠湾とサンフランシスコ間の戦断後衛任務に従事する。その後ニュージーランドのウェリントンに向かい、7月18日に到着した。ブルーは第62.2任務軍に加わり、8月7日のガダルカナル登場陸では火力支援及び援護を担当した。8月9日の第一次ソロモン海戦当日、ブルーはサボ島西を紹介して、 日本艦隊の監視役となった。ブルーは SC レーダーを搭載しており、この SC レーダーは、後年に改良されたものよりかは、性能は劣っていたが、それでも先に敵を探知できる確率は高かった。しかし、8月9日当日のレーダーの調子は、今一つであったばかりか、接近してくる、三河軍一中将率いる第8艦隊の、重巡洋艦、軽巡洋艦及び、 駆逐艦を目前にして U ターンした。三河艦隊でもブルーを発見して法の照準を合わせていたが何事もなく後年にアイアンボトムサウンドと呼ばれるようになった海域に入っていった。ブルーは海戦では大きな役割を果たすことができず、海戦後に沈没しつつあるオーストラリア重巡洋艦キャンベラの生存者を救助した。 8月13日から17日までヌメア沖での紹介に従事。それから、ブルーはガダルカナルへ戻ることになった。ブルーは駆逐艦、ヘルム、ヘンリーと共に輸送船2隻を護衛して、ガダルカナルへ向かった。8月22日1時40分、レンゴ水道に入ったところで4隻の船が発見された。スイカに応答がなく、 攻撃命令が出されそうになったが、そこでそれらは、味方の高速輸送艦と判明した。この後、ブルーは、ヘンリーと共に、日本軍溶撃のため、サボ水道へ向かった。3時24分、ブルーはレーダー及び超音機で艦艇を探知したが、味方だと推定された。3時55分、ブルーのレーダーと超音機は再び艦艇を探知。これは、 ヘンリーのレーダーでも捉えられた。それは高速で動いており、砲や魚雷発射艦がそちらに向けられたが、これも味方であると推定された。3時59分に少なくとも2つの雷石が発見され、直後魚雷1本がブルーの完備に命中。9名が死亡、21名が負傷し、手記を呼び、主軸、方向打を破壊され、ブルーは航行不能となった。 この攻撃は日本の駆逐艦、杭風によるものであった。杭風は、哨戒機が発見した戦団を攻撃するために派遣され、発見した駆逐艦に対して放雷撃を行った後期待した。22日から23日にかけて、ブルーを、つらぎ島へ栄光しようと試みたが失敗した。すべての試みが、徒労に終わった後、 8月23日の22時21分に、ブルーは、怪没処分された。ブルーは、第二次世界大戦中の戦考で5個の、従軍聖賞を受賞した。ありがとうございます。